時間は8時迎え始まりました亀井久志のカメラジオ、通称カメラジ。今日もここ FM 小田原の欅通りスタジオより 87.9MHz の電波に乗せお送りする60分間パーソナリティー私ライブハウス小田原シャレルで店長をしております亀井久志です。そして今週もゲストが遊びに来てくれました。今週のゲストは YouTube チャンネルタルタル TV から高崎海人くんとジュナちゃんです。お願いします。さあ2週目、はい、はい、年内2回目の出演なんですよね。そうですね、確か3月ぐらい春前ぐらいに1回出ていただいて、 その後にまたこの2人で1回1回とだけソロで来てるのか。そうです、なんかソロ会あったよね。そうです、ね、夏、いや5月ぐらいだっけ、5月ぐらいだっけ。でまたなんか改めて年内最後だからジュナちゃんと一緒にどうかって言ったらまた来てくれたということで、はい、今週もよろしくお願いします。お願いします、お願いします。いつものコーナーで聞かせてください。今日は誰の誕生日。というわけで少し番組の紹介したいと思います。このカメラジはノンジャンルで、選曲をしていきますが、12月は僕はクリスマスソング特集、そしてお二人は好きな曲を持ってきてもらいました。はい、計6曲をオンエアしたいと思います。はい、ライブ告知、告知は番組の最後に行います。ぜひとも最後までお付き合いください。それでは今週はこの曲から始めようと思います。はい、さあ僕の一番大好きなクリスマスソングを日本のアーティストがイケイケな感じでアレンジをしてくれました。聴いてもらいましょう。E ガールズでラストクリスマス。はい、聴いていただいておりますけれども、はい、今あって言ってね、ハッジュナがおもむろにあって、しかも耳からすごい近くな何を言い出したんだろうみたいな、ね、笑っちゃった。あ、ジュナちゃん知ってましたね、この曲ね。はい、歌詞も分かると、はいはい、エグザイル、エグザイル、そうですね、いやエグザイルがカバーしてるんですよ。でやっぱ、はい、僕このあのワムっていうオリジナルのねラストクリスマスすごい好きで、はい、でも英語の原曲じゃないですか、はい、それをまあほらバンドマンってさ EXILE とかあんま聞かないじゃない、はい、が EXILE がカバーしててしかも日本語になってて、うん、なんだよこれちょっと思ってたの、はい、でもそれはそれでいいって思ったの。一個の音楽のジャンルとして、うん、まあ、だってそれでだってジュナは知ってたわけで、そうですね、この曲を、はい、まあ E-Girls バージョンで聞いた歌詞が一緒で歌えてるわけじゃない、はい、僕原曲しか知らなかったです。ワムワムか、はい。いろんな人がやっぱカバーしてるんですけど、そうなんですか、うん、なんかいろんな人のバージョンがあって、さっきのハッピークリスマスって光栄で言うところがあるじゃない。あれをね、誰だっけ、エリック・マーティン、ミスタービックのボーカルがカバーしてるこう曲があるんだけど、メリークリスマスベイビーって言ってたりする。なんか言い回しがそれぞれ違ったりしててちょっと面白いみたいなのもあったりするんだけど、まあでもそれはそれでなんか。これはこれでそのなんていうんだろうね、ワームのことを知らない層に届くという意味合いではすごくいいんだろうなって思いました。はい、はいはい、いやクリスマスがどんどん近づいてくるんですよ。12月のいいところはそのクリスマスソングが街中に溢れてるというか、なんかいいよね、街全体が幸せ感ありますよね。ワクワクするよね。なんかそうですね、カップルとかじゃなくても楽しいじゃないですか。いや本来だってクリスマスは家族で過ごすもんですから。そうですよ、そうですね、うん、そうですね、キリストのお誕生日だよね。そうです、25日が それの前日がクリスマスイブだから、本来はそのキリスト教圏のさ、はい、そのアメリカとかね、その欧米の方のキリストのお祝いですから。そうです、ね、家族でみんなでお祝いするみたいな、アンドハッピーニューイヤーみたいな、その年越しの感じなんだろうねきっとね。そこからもう年末に向けてこうバーっていうのがあると思います。でサンタさんからのプレゼントとかさ、ね、あるわけじゃないですか。そうですよ、いいな、そういうワクワクをなんかね感じているんだろうなっていうことで、なんかやっぱ幸せなイメージがありますけども、ね、はい、というわけで、本日ゲスト、タルタル TV の高崎海人くんとジュナちゃん、よろしくお願いします。お願いします。まずは僕から紹介させてください、はい、YouTuber です、言ってしまうと。そうですね、はい、YouTube チャンネルタルタル TV、はい、というチャンネルで、なんていうの、タレントじゃないよね、ユーチューバーなんだよね。ユーチューバーとして活動されているお二人、まあね、はい、まあ、二人でやっているが、カップルチャンネルではないと。ないです、絶対に違いますが。高校の先輩後輩なんだよね。そうです、そうです、っていう中でやってらっしゃる。はい、いろんな、企画ものとかもねやってる二人ですけれども、はい、改めて自己紹介お願いします。バンド名、担当楽器、お名前、あと一つカメラジ名物、アドリブ質問ということを毎週やらせていただいているので、はい、まあ、バンド名じゃなくても構いませんので、その肩書きとお名前、あと一つが、毎週考えてるんですけれどもクリスマスプレゼントを、はい、もし自分に子供が生まれて、はい、クリスマスプレゼントをあげるとしたら何がいいか。年とかになりますね。それはもう何でもいい、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 
僕からでいきますよ、はい、ライブハウスオーナーのシャレード店長亀井久志です、はい、バンドはザ・大丈夫ずっというバンドでドラムを担当しております。よろしくお願いします。お願いします。僕に子供がいてクリスマスプレゼントをあげるとしたら、犬。むぃ、大きくなる犬、大きくなる。ゴールデンレトリーバーとかですか。いや、もっと。え、もっと。はい、アイリッシュウルフハウンドぐらいの。え、どんぐらいですか。分かんないですもん、ね、体高で1メーター超えるぐらいの、あの超大型犬みたいなやつ。希望ね、希望。別に飼う気ないけど。あ、飼う気ないけど、うん、希望としては、希望としてはすっごくでっかくなる犬をあげたい、はい、無責任なんだ大きい犬っていいよね。でも世話が大変ですよね。いや、だってそう思うよ。庭とかもなきゃいけない、散歩だってね、ちゃんと行かないと、うん、ガガってなっちゃいますからね。行こうとした下手したら他のね犬とか人間に危害加える可能性もあるし、うん、本当に俺ちっちゃい頃にさ、あの、うん、近所をさ散歩してるおじさんがいたんだけどさ、はい、まあ、今考えたら犬はドーベルマンなのよ。うわ、そのおじさんドーベルマン片手にあの、うん、ゴルフのアイアン持ってて、だ最悪ドーベルマンが暴走した時にぶったたくんだろうなって思ってて、ちっちゃい子多分そうだと思うんだけど、だからよ、子供心にすげえ怖くて、それが、はい、最悪こいつ来たらめちゃくちゃ怖いんだろうなって思ってで、隣に住んでる物知りおばさんがいるんだけど、はい、あの犬は2メーターぐらいのジャンプをするっていうの、まあ、ドーベルマンとか多分そうだと思うよ、身体能力的に。そこに誓ってんだけどさ、どう考えても2メーターないんで柵が。だから余裕、めちゃくちゃ怖くて飛び込んできちゃう、ね、そう、ドーベルマンはちょっとほらさすがにちょっとあの怖いんだけど、はい、なんかあのたまにいるじゃん、獣ぐらいでかい犬。あ、いますね。あれがいいなと思っちゃいました。すいません、僕の話ばっかり。いやいやいや、全然かわいいから、ね、お願いします。はい、タルタル TV のさっきこと高崎海人です。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕はもうベタにゲーム機をあげたい。ゲーム機、はい、それまであんまり買わないけど、はいはいはい、クリスマスの時は、うん、買ってあげるっていうね、誕生日とかプレステの、クリスマスがいい、プレステの新しいやつとかなんですかね、ゲーム機。でも僕ゲーム機ちょっとあんまやってこなかったんで、 あんまり分かんないんで、ほら携帯機なのかさ、子供だとさ、プレステっていうよりさ、うん、DS とかじゃないですかね、その 今スイッチみたいな感じですね、ね、多分とかの方がいいんでしょうね、きっとね。多分そうと思う。でもそう、なんか僕もあの子供の時とかあんま話についていけなかったんで、あ、でも欲しいと思ってなかったんで言わなかったからなんですけど、まあそういうのも渡してあげてもいい、ゲーム機がいいかなと。そうです、ね、いや、いいと思います。はい、はい、じゃあ本日3人目お願いします。はい、タルタル TV の佐野ジュナことジュナです。はい、お願いします。お願いします。ジュナちゃんの、もし子供が生まれてクリスマスプレゼントあげたいもの、はい、え、もう私もゲーム機って言おうと思ったんですよ。あ、それ先輩の、なんか流行りに遅れないようにあ、確かに、ね、流行でも先輩が答えちゃったから違うものがいいですよね、やっぱね。じゃあ私は、うん、はい、コストコで売ってる大きなクマのぬいぐるみをあげます。ありがち。かわいいじゃん。いや、いいと思いますよ。いいね、女子好きだよね、あれね。欲しいんじゃなくて自分が自分が欲しい。いや、ちなみにあれってさ、3個ぐらいパターンの知ってる？めちゃくちゃでかいやつあるでしょ。はい、3メーターぐらいのやつ。え、そうなんだ。でも結構高いですよね、あれ。でもそれにしちゃ安い気がする。あ、本当ですか。みんなが持ってる、うん、ちょっと大きい、120センチぐらいかな、あれ。よくみんなが持ってるやつ。あれで3000、4000ぐらいだからね。え、いや、そうなんだよ。めちゃくちゃ安いんだよ、あれ。買おうかな。でもね、男はね、持ってない方がいい。え、本当ですか。女の子は持ってる感じだわ、あれ。そうなの。家にいたらちょっと邪魔だしね。確かに。そうですね、確かに確かに。軽い、なんかね、お、なんか子供ぐらいのサイズあるからね。重たいなって言いながら、移動させます、いや、それが、アメリカとかだと、多分3メーターぐらいのやつあるから。いや、もうそれがいいですよね。でも、でかすぎて、家がでかくないと無理だよ、それ。大きい家に住んでるんで大丈夫です。将来は将来はね、その予定なんでね。大きい車で迎えに来る彼氏とね、先週大きい家に大きい家住んでると、はい、でね、俺の買ってきた大きいの買い切れなくなっちゃう。ジュナあげたらいい。そうです、そうです。でかくなっちゃったなって言ったら、ジュナは僕頼むわ。あ、もう一部屋使うんで大丈夫です。庭とかじゃねえんだ、部屋なんだ。部屋使うんで大丈夫です。部屋買いなんだ、超大型犬を。はい、壁紙とかゲロゲロ、もうゲロゲロだろうね。もう好きにしていいよっていう大きい部屋を。相当お金持ってんだ旦那はね、将来。そうですよね、玉の口の。うわ、社長かな。やっちゃうんで。はい、まあ、そんなね、お二人に今週はねお送りしたいわけですけれども、はい、1曲、じゃあ今週はね、ジュナさっきで好きな曲を2曲ずつ持ってきてもらいましたので、はい、今週はジュナちゃんが先行しましょうかね。はい、じゃあ曲紹介をお願いします。はい、オレンジスパイニークラブで金木星。これね、は
これもまた先週に引き続き、はい、な TikTok で見つけた、はい、TikTok でございます。で、あの よく見るその旅に合わせて、はい、なんか踊ったりとか可愛い感じにやるやつってことなんですよね、はい、そうです。いや、サビキってああそういうことねっていうこれさ、狙って作ってんのかな、こういうのって。いや違うと思いますけどね。なのにハマっちゃうんだ、すごいよね。だってポケットからキュンですが、多分なんか今年の中で一つ有名な曲であるじゃないですか、はい、あれだって別にわざわざ TikTok で流行らせようと思って作ってはないもんね。そういうことなんですかね。でも自分で踊るために作った曲じゃないんですかね。いや、ピアニストかなんかじゃなかったっけ、その弾き語りシンガーソングライターみたいな、顔見せないで歌ってるみたいな。あ、そうなんですか。いや、わざわざだから TikTok で流行らせて、多分今のその音楽シーンをそのビジネス的な目線で見ると、はい、TikTokでバズるように書くこともできると思うのよ。確かに。そうやった方が売れるきっかけになるし、うん、そうやって売っていくもんだから、はい、本来は、うん、でもこれとかもどうなんだろうと思っちゃうもんだって。でもすごいですよね、もう爆発的に人気ですからね。あと、まあ歌うまい人とかがこれをカバーとか出したらもう火がもう止まる。まさにその今年言うなら香水がそうなんだよね。そうですね。あの曲ってものすごくシンプルだから、構成が、うん、もう本当にコードが4つ弾ければ5つかな、あの3週目だけコード進行違うんだけど、はいはいはい、それ以外4つのコードを回してるだけで全部一緒なのよ、進行が。 A メロも B メロもサビも。だからその4つさえ弾けちゃえばできる曲だから、うん、で歌が上手な人が歌ったりとか、高校生でさ、ギター弾ける人が弾いて歌うまいやつが歌ったりとかしてバズってったみたいな。で、あとはそのちょうどステイホーム時期にさ、はい、芸人さんとかがカバーして、やっぱ発信力がある人がカバーするとみんな真似するというか。そうですよね。っていうなってって、紅白まで行ったんでしょ。そうですよ、すごい。ドルチェ&ガッパーナ、でも歌えるらしいね。あ、そうなんですか。うん、なんかだから NHK の方も寛容になってってるらしいよ。あいこさんは変えたのにってやつですよね。あいこ変えたんだっけ。テドラポとかどうだか、なんか商品名かなんか入っちゃうとダメだよね。そうですよ、そうなんですよ。 NHK だから国営放送だからさ、その CM とかがないわけじゃない、はい、だからその CM になっちゃうと良くないってことで、商品名とかを言い換えさせられるっていうなんかその伝統があって、そうです。あの緑の中を走っていく真っ赤なポルシェっていうのを真っ赤な車って置き換えさせられたみたいな。あ、そうなんですね。っていうのが過去にあったらしくて、でも必ずしもそうではないらしく、一つまあその文化として受け入れれば、はい、まあ別にその、うん、それをねやったからってドルチェ&ガッパーナがすげえ売れるかって言ったらまたそれとは違う話じゃないですか、はい、そこだってドルチェ&ガッパーナって歌わせなかったら逆に変な話じゃん。なんて歌うんだって。そこが結構メインなとこありますか。有名や、有名ブランド。まあそうね、まあ、香水だからね、タイトルがね、うん、だからねっていうのはありますけれども。そうですね、うん、はい、はい、というわけで今週は、先週ジュナちゃんにとしましたクリスマストークの海斗君番ですよ、はい、楽しみですね、はい、先週のあらすじでいきますと、ジュナちゃんは、はい、初めてのはい初めてクリスマスデートを彼氏と過ごすっていうパターンのデートプランを聞いていただきました、はいはい、今週は海斗くんが彼女ではない人と一緒に過ごすクリスマスデート、はい、どういうプランを立てるかっていうのをジュナちゃんと僕で片っ端から切っていこうっていう、はいはい、でまずどうやって誘うかですよね。誘い方、はい、そっからもう誘い方は、うん、はい、でも付き合っどそう夜じゃないですか、まあ、分かるじゃないですか、一緒にいることなんかこの子、うんうんうん、そのすごい慌てようがすごい、慌てようがすごい、だからそのなんかそのなんてなんてなんかそのすごいイジイジしちゃってるセンプがすごいイジイジしちゃってるそのだからなんかこう あクリスマスでいけるなって思うってことで、そうですね、その雰囲気があるってことじゃないですか、だからどういう感じなんですか。でも仮に例えばアルバイト先に入ってきた新人さん、はい、いい感じの間柄になりました、はい、っていう設定だとしたら、はい、どう誘うのそれって、直接言える？いやバックヤードとかで、いやバックヤードでもその前に1回ぐらいどっか行きたくないですか。あ、まあまあ行ってんじゃない、それはご飯とかなのか、まあ、映画とかもしれないし、そしたらそういう時に言いますよ。バックヤードでは言わない。今年クリスマス空いてるって直で、はい、デートしようって言うんですか。いや言わないです。24日でそのまあ向こうも何もないみたいな、その何もないか、その別にそういう相手もいないしみたいな、そうだ、ね、時に、うん、じゃあ24日空いてるって言って誘います、一緒に出かけようよって、空いてたら出かけようって。意外と男らしいね、直接誘う。おーおーおー、まあまあそれでじゃあいいよって、はい、どこ行くっていう話すんのかね。いやでもすると思います、僕は。なんか一緒に決めたいんでデートとかは。あ、
でも付き合ってないんだよ。確かに。でもだからこそ一緒に決めたいかもしれないです。なんかここ行きたいっていうよりかは、なんか話し合って決めたいかなって思います。じゃあ向こうは何か言ってくるにしても、カイト君はカイト君で行きたい場所とかはないですか？僕本当にもうバカみたいにイルミネーションが好きなんですよ。虫みたいだね。そうですそうです。あの本当よくない。全然彼女とかじゃなく、はいはいはい、女の子とかでもなく、普通に男同士でイルミネーションとか見に行く。ああ、そういうの楽しいよね。そうなんですよ。だから全然それぐらいイルミネーションが好きなので。あ、じゃあまあイルミネーションには行きたいと。いや絶対行きます。でもまあまあ女の子、このさ昨今の女の子であれば嫌がる人はいないよね。いないですね。でまた君らぐらいの年齢になればさ、まだそんなに何回も行ってるあれはないだろうから、別にねいいんじゃないですか。そうなんですよ。はい。イルミネーションで行きます。カイト車乗れたっけ？乗れます。あー、じゃあ車で迎え行ける。先週のジュナちゃんの軽自動車ですよ乗ってんの。引きずってる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 。刑事ちゃん嫌だって言ったけど、でもまあまあほら言っても家の車でしょ。そうですそうです。だからまあしょうがないよねそれはね。そうです。で軽って言ってもさ、なんか車種とか分かる？ワゴンもある。あ、じゃあいいじゃん全然。今ボロボロですよ、すごい中古だから。それはしょうがないよ。でもだって俺の友達っていうか、あのシャレットに出てたバンドマンのやつなんだけど、はい、ケッ箱だったんだって。ケッパ K の箱のやつ、車種で言うとバモスとかサンバーとかなんだけど、はいはいはい、箱の K なんていうの、ちょっと商業車みたいな、あ、もう四角っていうその白い、そうそうそう。でも本当にそれで来られちゃったら、え、軽トラじゃなかったかな、ちょっとそれはない、軽トラはちょっと、だからすげえ笑われしましたね。でも家にそれしかなかったからっていう理由で、まあクリスマスデートじゃないんだけど、初めて彼女なのか遊びに行こうって言った時に迎えて、車軽乗車、あの軽トラだったっていう、すげえ笑われたって言ってたよ。でも今はねもうレンタカーとかもあるじゃないですか。まあまあ選択肢としては、まあクリスマスデートにわざわざね家の軽トラ引っ張り出すぐらいだったら、ちょっとねお金払ってでも、そうです、まあ別に安いのもありますし、うん、別にほらコンパクトか1日ね数千円とか借りれるわけだから、それぐらいやっぱ払いたいよね。だから全然まあ車とかあんま関係ないです。まあでも別に迎えにも行くし、うん、でも電車でもいいかなって思います。なんか距離感とかは電車の方がいいかなって思います。なんか意外と電車出かけるのもなんかいいかもよ。僕前までずっと、ジュナは全然首かしげてるわ。でも車に乗ってて人をお迎えに行ったりとか、まあ遊ぶ時に、うん、あの行くじゃないですか、うん、で前までは絶対車がいいねって思ってたんですけど、うん、車だとやっぱ疲れるじゃないですか、帰りの運転とか、もう出かけて、うん、ってなった時にまあ別に嫌じゃないんですけど、うん、全然電車だとまあ2人で行けて2人で会話ができるから、うん、余韻に浸れるよねっていうふうに思います。まあ、電車は電車の良さはきっとあるよね。まあ、車すけ混むからさ、やっぱクリスマスとかになると、ましてそのイルミネーションスポットなんて駐車場までのすごい列だったりとか、出るのもすげえ時間かかるから、ね、でもイルミネーションとかって電車も混むじゃないですか。あ、そうなんだ。電車ってことは、その、まあ、電車混むんですけど、はいはいはい、多分混むと思うんですけど、うん、混むってことは人混みだから、はい、満員電車なんですよ。おでも、おのずとね距離が近くなるじゃないですか。おうおう、このコロナの時期に、いやだからその今年は違いますけど今年は違うけれども、そうだよね、今年は今の流れではもう距離が近づくとあるんですよ。あ、そういうこと、頭に入れてるんですね。そういうのも踏まえて電車もあるから、そういうことか。そうですよ。でも車だったら常に二人きりだからね。ジェナはその空間がいいですけど、ね、緊張しちゃうんじゃないですか。あ、まあまあそうだよね。ジュナの場合はほら先週はさ彼氏だったけどさ、はい、そうじゃない人だよ。そうだよ。それでも車がいい。なんか渋滞してても、うん、もうその時間すら楽しい。まあまあお話ししながらね、その好きな曲とかさ、かスマホとか流せるわけじゃない、今車とかだったらさ、喋、はい、る子ならでも楽しいけど、無言が続いたりするとさ、俺がずっと喋ってとかだと、でも 寝たら嫌ですよね。助手席で。いやでも寝て、いやいやしょうがない、それは。お、あと俺全然寝ててもらって、全然無で運転するのも好きだから全然大丈夫です。まあまあしょうがないよ、疲れてるのかね。まあ眠いんだったらあったかいとかでいいんでね。ほいちゃん寝顔見れましたってなるかもしれないよ。まあなんないけど、俺も、俺すげえ至近距離写真撮ろう。わー絶対られますよ誰だか分かんないぐらいのレベルで肌色じゃんっつって全部がそこまで寄らねえだろうよって。一曲いきましょうか、はい、さあ次は、カイト君の選んでくれる曲ですね。はい、では曲紹介をお願いします。はい、ザ・ムービーアーカイブスでKnights of 99 is over です。はい、聞いていただきます。 The Movie Archives。 はい、誰これ。これはですね、うん、声
が特徴的だと思うんですけど、そうそうそう、聞き覚えがあるんだよな、ね、僕の好きなバンドが3つありまして、はい、スーパービーバーとワニマとブラディオっていうバンドなんですけど、はい、このボーカルがブラディオの、そうなんだ、元バンドのがこのザ・ムービーアーカイブスというバンドです。へえ、そう、メロコアやってたとは聞いたけど、うん、そうです、ブラディオなんだ、はい、でドラムが今はもうやめちゃったんですけど、はい、元ドラム、はい、あのブラディオのドラマーの方で、うんうん、ギターとベースは違うんですけど、うん、そのバンドと他のバンドが一緒になって今ブラディオっていうバンドができてるんですけど、っていうそのムービーアーカイブス、そうです、ね、このブラディオ感がちょっと、まあ、声はブラディオっぽいんですけど、まあ、声がブラディオだよね、曲がメロコアっぽいし、ちょっと新しいジャンルだなと思って最近すごい聴いてます。いやいや、かっこいいですよね。そうなんですよ、これアフロじゃないんですよ、新行司さん。ストレートのもこんぐらいのロングなんですよ。はい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 、顎先ぐらいまであるような。そうです、誰だよ。そうなんです、でそこからブラディオに行ったっていうのもまた思い切りがあってね。そうなんですよ、面白い感じではありますけど。そうです、ということでちょっと歌もうまいし、今回ブラディオの選曲1個も持ってきてなかったので。確かにいつもブラディオの問題、ね、そうです、ブラディオかビーバーだもんね。そうです、ビーバーちょっと多かったんでちょっと違う目の今週はね、違うのも、そうです、持ってきました。というわけで、クリスマストークまだこれ続きますよ、はい、クリスマスデートの話をしてますけれども、カイト君、はい、プレゼントとかどうすんだろうね、付き合ってないパターンって。確かに、あ、でも僕はあげます。あ、別に全然もらわない、そう、なんか本当に冗談抜きで、はい、見返りとかいらないんで僕はあげ、勝手にあげたい、勝手にあげたいです。貢ぎ草とかはないんですけど、あげたいんですよ、なんか人にサプライズとかするの好きなの。サプライズ、サプライズ、何をあげましょうね、これ難しいんですよね、まあまあまあ、なんかだからそのうまい聞き回しでこう聞く、あ、下調べパターンだ、聞いてきます。なんかあの、そうだよね、なんかそのでもあんまり高価なものはあげられないでしょ、うん、だって多分そんなに指輪とかネックレスとか言っても、まあ、いや重いよね、付き合ってないのにさ、しかもあと好みとかも出そうじゃん。そうです、だからそれこそ、はい、なんかクリスマスその誘う前に一回ショッピングとか行きたいです。お買い物でなんかこういうの欲しそうなみたいなのを言ったのをメモしてつけときたいです。だから計算高い男だね。ですね。いや、まあ、まあ、間違いないけどね。で、僕は間違いない、そういう王道なのが好きなんですよ。多分。すごいですね。はい。なんですか？え、でもなんかまあ、そういうもんか。え、そうね。なんかあんま突出して特になんか得意的なことはないかもしれないです。あ、俺でもどっちかって言ったらあげたいもんあげちゃうかもな。いやでもそれもありだと思いますなんか俺もうほら30代後半だからさ、うん、はいはい、いろいろとまあその経験は積んでるわけだけど、はい、自分が20代前半だったらって考えたらなんかあんまりなんか彼女のことを彼女っていうかその女性のことはあんま意識しないかもな。あ、でもなんかその子が欲しそうなものではあるんだけど、それよりも自分があげたいものあげちゃう気がする。え、どんな感じですか？でも多分なんか、いや、わかんない、ビレバンぐらいのもんじゃない？あ、でも逆にそれぐらいの方がいいかも。いや、そうなの、なんか変に計算高くいくよりはなんか、うん、でも計算高くいった方が多分喜ばれるとは思うんだよね。私これ欲しかったのみたいなさってなるけど、なんか確かに確かに、でもなんかちょっと残るもんで、もう面白みがあるもんぐらいな感じになるかな。でもミレバンとかでも、うん、え、これ何ってなって会話は弾むから楽しいんじゃない。まあまあそれはそれでちょっとね、はい、そっか、何ですか何それさ、ちなみにさ、クリスマスの日にデートするじゃない、はいはい、告白とかってさ、すんのかね。そう、いや、あ、でもクリスマス、え、しないですか。クリスマスの日にはちょっとできないかも、ね、できないか。いや、なんか、いや、なんかクリスマスの奇跡みたいなね。だってもう、だってイブ過ごせる時点で大体 OK じゃん、うん、よっぽどミスしなきゃ。いや、逆にちょっと今日じゃないんだなっていう、がっかりさせちゃうかもしんないよ、私誘われたのに。じゃあその前にもう一回次の予定入れればいいんですよ。うわ、いつ次12月でも終わり、結構キンキン、結構キンキンです、結構キン、その間行っちゃうとそのなんか、ってなっちゃうかもしれないから、うん、あれ俺よくない、なんか評価下げてる、すごい。ご飯食べ行くの？じゃあ、そうです、そうです、夜とかご飯食べで告白するの、その日に。28とか9とかに、なで、そしたら31とか1日会えるじゃないですか。まあ、え、飯食い行こう、で、バイト先一緒だよお前、だってそもそも。じゃあバイト中に告白しますか。いらっしゃいませって。それはやばい、それはやばい。揚げたてです、いかがでしょうか、ちょっと付き合う。軽っ。それはまずい、それは全然まずい。でもそういう感じで、なんかこう距離を近づけて、クリスマスとかと、なんかその周りに言った時にとかもあるし、なんか気持ち的に、クリスマスだから言ったのかなって思われたくもないので、本当に好きだけどクリスマスじゃなくてちょっとずらしていたい。今日クリスマスに行った方がいいでしょ、なんか、それ別れた時とかのことを考えちゃうんですよ。
よくない。どうせ別れんだよ20代に付き合った女って。よくない、本当くないですよ、本当に。まあ未来があるんですから、やめてください、現実を突きつけて。そうだよね。でもそうか、クリスマスの日でも、なんかクリスマスの日から付き合ったとかありそうじゃん、はい、若い子とかって。うん、そうですね、うん、それはクリスマスマジックみたいになっちゃうから。いいじゃんいいじゃん、それで。多分そこを狙ってる人もいるんですよ、クリスマス。だってそれ待ってる可能性あるからね。あ、私じゃないんだって言って、もう次の日には違うとこ行くかもしれないよ。いやでもクリスマス合ってるからねっていう、そのうまいトーク術を見せるんですよ、そこで。いやそんな、あのヘッドホンのケーブルもじもじするような男が2人ともなんかこうやって語って、そのいやーとか言ってるんですか、いないですかね、2人ともそういう人がいないから。いないですよ、本当に理想、本当に偉そうにね、それでも本当かないって、いやそれはって言って、いないの、2人ともいないの。いざそうなったらそれどころじゃなくなっちゃうだろうに、多分何にも実現できずに、ちょっと待って、うん、で多分28日とかに飯行っても絶対告白できないまま新年迎えるんだから、何事もなかったから収束していくんですよ。そうそう、それで新しい年とともになんか終わったかもしれないっつって急に明けましておめでとうって言って、違うバイトのやつ付き合ってんだから。だからそういうもんだよ、別に俺好きじゃなかったし、クリスマスはそうしたけどね。ありえるからね、トマさんも。悲しい、悲しい物語が見える、君らの。私も今の逆理想だから、あくまでも、うん、現実を見ろっつって。一曲いきましょうか。はい、ジュノさんが持ってきてくれた次の曲、好きな曲、はい、曲紹介お願いします。バウンディで東京フラッシュ。はい、すごい、僕ちなみにこの先週も流していただいたこのバウンディっていうんですか、はい、全然知らなかったんですけど、はい、もうこれヒットしてんのかね、なんかドラマに使われたの曲が。これは何ヒットしたんですか。でも僕これ TikTok で聞きましたよ。 TikTok ですね。じゃあなんかネクストブレイクアーティスト感がすごい強いなと思って。でもすごい、もうブレイクしちゃってますね。でもブレイクしてるんだろうね。だからそれこそほら、あ、CD で出てんだ、出てます。あのほら、なんていうの、サチモスとか、うん、ヒゲダンみたいな、その部類というか、キングヌーとかさ、ちょっとおしゃれ、そうそうそう、シティポップ的な感じの。でもこれバンドじゃないんだよね。なんかね、ソロっぽい感じがする。俺もそうです、ですね。でも多分一人なんですよ、アーシャーが一人だった。ミュージシャン、マルチアーティストって書かれてる。あ、へえ、すごバウンディオフィシャルウェブス、あ、違う、なんかバウンディアートワークスタジオ、個人でやって。二十歳なの。え、若っ、年下だよ君ら。終わったわ。2000年生まれ、バウンディ。本当にびっくりした。作詞作曲のみならず、クリエイターとして、クリエイターと共同してアートワークとか映像プロデュースも手掛ける、うん、現役で美大に通ってるそうです。うわー、すごいな、こういう新人。呼べません、カメラ人に。呼んでみようか、呼んでみてもらっていい、ね、オフィシャルサイトあるからね、今ラジオ来てくださいよっつってね。観覧だけさせてほしい。へー、あ、ドラマ、テレビ東京のドラマ25、捨ててよ足立さんのオープニングテーマ、あ、そうなんですね、らしいですよ、の曲が Spotify プレミアムで、なんかあの流れてるみたいな。地上波テレビ CM、Spotify タウン編に起用されてるみたいな。すごい。声がいいんですよ。まあ、声いいよね。で、声だけじゃなくて。いやいや、二十歳だよ。年下だよ。本当に。急に慣れ慣れしくなってきた。ごめんね。年下って。まあまあまあね。ごめんなって。パイセン YouTuber なんですよね。はい、言えないパイセンなんて。言えない、絶対一生無理です、ね。一個下だからな。すごいですね。でもこれがさ、今君ら21でしょ、もうすでに例えばカイト君で言えばさ、はい、野球好きじゃない、はい、甲子園出てる人たちみんな年下でしょ。そうですし、今年の大学生ドラフト、はい、新人選抜というか、うんうん、はい、まあ、新入団選手が同級生なんですよね、はい、あ、それはもう感慨深いんでしょ。感慨深いっていうか、なんか惨めになりました、少し。何してんだろうって、こんなすごい人たちがプロに入ってて、俺今トイレにいるなってトイレにいるよ、ドラフターを見てて思いました。でもそういうのね、あるよ。なんか日常で思ってて、一回あったのがさ、まあ、これもあんまいい話じゃないんだけどさ、うん、あのとある海の近くでスクーターで座ってたの、はい、で携帯触ってたんだけど、うん、職質されて、はいはい、警察官に、はい、で、まあまあ職質されたのもどうかと思うんだけど、はい、でなんか何してるんですか。で、盗難があるから、そのバイクが本人のものかどうか調べさせてくれみたいな。で、全然俺、あの自分のではなく弟のではあったんだけど、はい、そのまあ別に何のあれもないから言ってたら、パッなんか話してる感じ若そうだったの、はい、で、あのおまわりさんおいくつですかって言って、20、23ですみたいな、26ぐらいの時だったのかな、はい、下じゃんって思っちゃって、
うわ、年下、警官が年下になるからね、ゆくゆく。でもそうですよね、うん、警察官18とかから警察学校ですもんね、うん、だから20とか20出てきてぐらいになって、でも同級生がそろそろじゃ出てくるってことですもんね。そうだよ、わわわわわ、だから自分がずっと年上だと思ってた美容師さんとかが年下になってったりするんだよ。あ、でも感慨深いなって思うのは、はい、あのアンケートとかで20代になった時が、はい、10代だったのが今までが、うん、20代とか19からあの、あ、18から20じゃなくて、うん、21から23とかのところに来るところがちょっとなんか、ね、はぁ、あ、なります。またこれが21ぐらいからさ、もう20歳って若いじゃないです、ね、21からリアルだよね、リアルです、だからもうここからリアルを生きていくわけですけれども、はい、そしたら来年2021年、はい、はい、今年はまあ散々なね1年にはなってしまいましたけれども、ね、はい、まあ、希望がある2021年になればいいなと思いながら、はい、その2021年に求めることなんかお聞かせてもらえればと思いますが、はい、僕たちのチャンネルはそうですね、まあ、まずは、はい、まだ登録者数が300人ちょっとなので、うん、まあ、1000人目指して頑張りたいなっていうふうに、はい、来年中に1000人いくかな。いや、もう全然なる早でもバンバン、もう前倒しで、もう、いや、だからやっぱ行ってほしいよね、最低でも来年中には行きたいよね。そうですね、ちょっとあんまりくすぶってても、まあ、まあまあまあそう、ね、って思っちゃうので、やっぱ、まあ、売れる時って一気にこのグッといくじゃん。そうですね、 X 事情のさ、あの、はい、このあれでいくじゃない、グラフで分かってないですよ、分かる、分かってないでしょ。2時間数的に上がるというか、こういうのですよね、バッテンがあって、うん、そうそう、バッテンがあるんだけど、あの、1時間数だとさ、この等速で上がるじゃない、時間と。あ、僕はあの数学はもう0点なんで分かんないです。もうこのまっすぐじゃん、はいはい、でも2時間数ってこうぐわって上がっていくんだよ、その後に行けば行くほど上がるみたいな、はいはい、上がり、売れ方って大体そうなんだよね。最初あんま売れないんだけど、火がついたらうわって売れるみたいな、そこに行きたいじゃない。そうなんですよ、そうなんですよ、火をつけたい、はい、というわけでちょっと、まあ、ある程度こう人気になりつつ、はい、なんか好きだなって言ってくれる人の数を増やしたいなと思います。すごい、僕は何その、いや、じゃあ来年の抱負みたいかなって、サムはそのどうなんですかって、ほら、思ってることが一緒だったらさ、まあでもそれはいけないじゃん。じゃあそれ YouTuber の、じゃあタルタル TV の、はい、じゃあ高崎海斗としてはそうだとして、はい、じゃあ例えばジュナ、はい、個人的にどういう2021年にしたとかあります？まあ YouTube とは別とかでもいいんですけど、はい、なんかこういうことやってみたいな、まあそれは結果として YouTube としてでもいいんだけど、はい、まあ、こういう年にしたいなっていう。え、でもなんか来年こそは音楽に携わっていければなと、はい、うん、あ、先週言ってたもんね、ジュナの歌が上手って、うん、そうなんですよ。何かじゃあ音楽っぽいことをするか、はい、でも音楽を作ってみたい。あ、ピアノ弾けんだっけ、はい、あ、じゃあなんか、あ、じゃあなんか YouTuber としての活動をしながらミュージシャンというか、なんか音楽活動もするとかでもいいのかもね、はい、二足のわらじというか、まあまあ、なんかちょっとこれ打ち合わせ全然してないからどうか分かんないけど、言ってしまったら今って社会的立場で言うとフリーターになるじゃないですか、はい、ってなるとやっぱ時間もあるわけで、もちろん YouTube もしっかりやるんだけど、音楽活動というかね、最初はカバーからでもいいし、自分の曲書いて半々でライブするとかでもいいし、はい、まあ、それがね別にライブハウスじゃなくても、じゃあそのなんだろうな、インスタとかさ、まあ、別の YouTube 個人のチャンネルとかでやるとかでもいいし、なんか選択肢は取れるよね、いろいろね、はい、新しいことにチャレンジしたいですね。わ、いいじゃん、うん、いいと思います、すごくいいと思いますいいと思います、いいと思います。で、僕はパンを焼きたい。ベーコンエピですか？あ、そうテレコパン、テレコパンベーコンエピって知ってる？パン、え、あんま、あのさ、ベーコンのさ、はい、こう左右テレコになってるやつだよ、こうやって。なんでテレコっていうの？そういえばそれ、これあれですよね、あのテレコってバラバラのことですよね。いやいやいや、互い違いか、違う、テレコっていうのは交換すること言うからね。え、でも交互のことですよね。こういうことですか、こういう感じ。ちょっと一回静かにして交互ってこうしかないじゃないですか。確かね、歌舞伎用語かなんかで、いや、入れ替えること言うんだよね。あ、そうなの。まあまあ、だから交互っていう意味でもあらがち間違いじゃないけど、はい、本質的には多分違うと思うんだけど、でもまあ、テレコパンってやたら言ってくるなと思ってた。交互でテレコパンだなって思って、この間のなんか YouTube ライブか、うん、俺と浦新がやったやつ で、なんかテレコパンとか言い出して、なんでこれテレコパンって言ってんだろうって思ってたのはあったわ。
まあ全然何でも何でもない。全然不毛の話してるよ。後で調べてみな。ベーコンヤッピー、はい、美味しい。でも知ってるよ絶対。だ有名なの、うん、長いやつやパン屋さんで見たことあると思う。あ本当ですか。それを今僕はあの、はい、インスタグラムのアカウントでベーコンエピスタグラムってアカウントやってて、全然知らなかったんですけど。ベーコンエピを食べたやつをあげるっていうだけのアカウントやってるの。はいはいはい。400人ぐらいフォロワーいるんだけど。ええー。いやそうなんだよ。本当ですか。はい。ですごすぎじゃん。それをパンみんな好きか。いやもうだから逆に言うとだベーコンエピでハッシュタグつけてる人を片っ端からフォローしてるんだよ俺は。はいはい、はい、だから逆に言うとフォローが1500ぐらいいるんだけど、はい、3分の1はフォロー返してくれてて、だからその自分でももう焼きたくなっちゃったの、もう見すぎて。いいですね、ベーコンエピを。だから 来年はベーコンエピを焼くっていうのを一つ目標にしたいと思いました。思いました、はい、すいませんでした。いえいえいえ。一曲いきましょうか。はい、じゃあ最後の選曲ですね。さっきくん、はい、はい、曲紹介お願いします。はい、スーパービーバーで自慢になりたい。スーパービーバー、はい、これはですね、はい、あのもう歌詞というかもう題名がね、うん、自慢になりたいということで、まあ言ったら君らがってことだよね、つまりね。そう、この曲聴いた時にもうめちゃめちゃこういう人になりたいなって、なんかダルダル TV 知ってんだよねっていう、まあもちろんファンというか、はいはい、YouTube で見てくれてる人たちもそうやって言ってもらいたいですし、うん、特にまあ今までお世話になった人とか、うん、自分の周りの人に、はい、あいつら頑張ってんだよねとか、ダルダル TV って俺の後輩なんだよねって、先輩なんだよねって言って、うん、少しでもこうね自慢してもらえるような人たちになりたいなと思って、うん、2021年にこう向けてこの曲をかけさせてもらいました。わー、いいです。今年最後の選挙だから、カイト君からしたら。そうです、カメラ陣においてだから抱負を込めて、うわー、こういう人になりたいなっていう。頑張りたいよね、頑張ってほしい。なんかすごい人事っぽく思っちゃうけど、頑張ってほしいなって思っちゃう。多分ほらそんなにさ、いいことばっかりじゃないじゃない、言っても思ったより再生数が伸びないとかさ、場合によっちゃほら誹謗中傷みたいな世界があったりもするわけじゃない、うん、だからそんなにくじけずやった結果、多分君らがその好きである YouTuber の先輩の水たまりボンドとかいるでしょ、はい、とかも多分結構その売れるまでに紆余曲折あったと思うんだよね、はい、みんな通ってる道だろうから だからといっていいよっていうつもりはないんだけど、なんか頑張りたいよね。なんかやめたくないですね、うん、なんかそうなんだ。成功絶対成功するとは限らないですけど、うん、やめたらもうそれ絶対ないんで、うん、そうなんだよ。続け続けて、一つの答えとしては続けることっていうのは一つの正解と言えるから、はい、続けたい、ね、という歌でもあったので、うん、そういう感じです。いろんな事情で続けられなくなることもあり得るわけだから、はい、うん、だからちょっと運みたいな要素も出てくるとは思うし、一概にね、うん、ずっと続けろよなんて感じには言えないけど、うん、まあでもその思いで頑張れば来年2000人いくかもしれないよ。じゃあ逆にいや約束するわ、あの1000人もし来年中に行ったら、はい、なんか焼肉おごりますわ俺。ジョジョ園ですか。ジョジョ園じゃないです。どれぐらい焼肉、うん、焼肉食べ放題に連れて行く、君らを。うん、1000人行ったらね、行かなかったら王将おごってもらうわ俺。あーしょうがない。さっき先輩がそうそうそう、さっき先輩がお前は外でお持ち帰りの餃子だけ食べてて。外で？そう、俺と亀さんは食べる、うん、なんかあったかいとこ食べるけど、スタッフさんと一緒に、裏はこっちです。いやこっちですわ。いやー頑張りたいですね。頑張りたいです。告知のタイミングになりました。はい、はいはい、じゃあタルタル TV から、タルタル TV からと言いますか、お願いします、はい、まあ、先週もお話しさせていただいたんですけど、はい、僕たちのチャンネルがタルタル TV が YouTube にありますので、まずチャンネル登録と、うん、あの動画見て高評価してもらえたらと思うんですけれども、はい、1月が、うん、これまだ全然外にも出してないんですけど、はい、佐野にも言ってなかったんですけど、1月、はい、1月で1周年になるので、あそっかそっかそっか、1周年企画を何個か、おてかまあ1個なんですけど、僕たち今チャンネル週1でしか動画を上げてないんで、肉まん100個食べる。肉まん100個食べる。やります。100個はもう無理よ。肉まん100個は無理だね。1個のお腹いっぱいになっちゃうからダイエット始めて、うん、で、はい、なんですけど、はいはい、あのチャンネルの動画を少し、はい、1月だけまず増やそうかなと思いまして、1周年月間だからね、うん、そうです、うん、2日に1遍のペースだけ持ってます。めちゃくちゃ上げるじゃん。これまだ全然決まってない。15個ぐらい上げるってこと。16ですからね。やば、それはやばいね。今すごいもう編集もうバリバリでやってます。僕、うらくんって言ったっけ。うらくんも、うらくんめちゃくちゃ大変じゃん。うらくんが言ってます。あ、じゃあ君と焼き肉あれだね、うらくんも行かないとダメだね俺ね。そうですね、絶対会ったことないけど俺。いや僕が出しますから、ね、それは違う、タルタル TV のため出すんだから。いや裏の部分出しますよ。いやでもまあそういう感じで、はい、まだあの、まあ、ちょっと確定事項ではないんですけど、うん、まあそういう動画もいっぱい上げたいと思ってはいるので、うん、1月をちょっと勝負として
1年1周年目としてやっていくので、はい、皆さんちょっとチェックの方もよろしくお願いします。ぜひね、お願いします。あと、うん、SNS インスタとツイッターやってます、はい、SNS インスタはすごい伸びたんですよ。あら、2200人ぐらいフォロワーめちゃくちゃいるね、はい、うわすごい。知ってぜひその人たちにもチャンネル登録していただいて。そうです、はい、チェックお願いします。はい、というわけで、あとシャレードからになりますが、シャレードホームページがございます。インターネット検索で小田原シャレード、小田原は小田原市の小田原、シャレードは姿麗しい人、漢字6文字で検索いただけますと、ホームページが出まして、そこから各種 SNS ですね、LINE アット、Twitter、Facebook、Instagram 等々全て用意がございます。ぜひそちらから、チェックをしていただければと思います。正直ちょっと今カメラ収録でやっているので、ちょっとそのコロナ感染のね、その状況によって営業が変わってしまうのでライブ告知のものができませんが、12月はね、普通に営業しておりまして、ただね、1月2月でね、シャレード改装するんですよ。え、ちょっとね、改装する、トイレとか直す。お、ほらずっと和式じゃないと、シャレードの、はい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 、あのお客様のトイレを洋式に変えます。わ、念願の。わ、やった。うちのスタッフたちに言ったら10年がかりで変わったねっていうね。あれ10年もあれです。いや、ずっとあれだから。あ、そっかそっか。で、変えたい変えたいって言いながらもタイミングもないし、まあ、お金もかかることであったから。でも今回そのコロナのこともあって、まあ、1月2月もともと閑散期だから、うん、じゃあ一旦そこ閉めて、その2ヶ月間で改装を入れて3月リニューアルオープンみたいな、うわっていう風にしようと思いますので、いいですね、ぜひともそちらも、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。というわけでラスト1曲になりましたが、はい、2人が来るのが今週、今年は今週が最後、はい、でクリスマスソング何を選ぼうかと思った時に、結構あの洋楽が好きだし、やっぱその外国の人が歌ってるクリスマスソングっていうのが僕は好きなんですけど、はい、でその中でもやっぱ日本人が歌ってて、そのクリスマスイブラップっていうタイトルなんですけど、すごいですね、山下達郎さんのクリスマスイブをトラックに使って、そのまあラップというかこのアーティストがやったというすごい名曲なんですよ。聞いてもらいましょう。キックザカンクルーでクリスマスイブラップ。はい、聞いていただいております。いいですね、この山下達郎さん、はい、クリスマスですね。でもよくなんかこの OK 出たなっていうのはね、思いながら。ラップとかってこういうほらサンプリングっていうさ、あのことをしながらやったりするんだけど、はいはい、でもこれはさすがに許可なきゃリリースもできないし、確かにうまく通したんだろうし、一つ名曲だよなと思いながら聴いてる曲ではあるんですけど、そうです、ね、この後のラップが僕個人的には好きだったりするんですけど、まあちょっと今日はこのままこの曲聴きながらお別れということで、はい、先週今週とありがとうございました。ありがとうございました。聴いてくれたリスナーへメッセージを何度もいただければと思いますが、海人君いけますか。あ、僕からいきますか。はいはい、はい、聴いていただきありがとうございました、はい、今日のラジオがいいなと思った方はぜひタルタル TV のチャンネル登録と高評価お願いします。よく YouTuber が言ってるやつだね。はい、じゃあジュナちゃんも何かあります？リスナーの方なんか、チャンネル登録、高評価、低評価もお願いします。全然絵的に見えてないからね、一生懸命やってるけどね。YouTuber だからね、もう絵が見られてる前提だけど、ラジオ声だけだからね。そうなんですよ、難しいかもしれない。どんな人か知りたければ YouTube の方にぜひアクセスをして。まあ明るいですね、はい、YouTube やってるぐらいだから。可愛いしかっこいいんで、ぜひ。おね、そうですよ。ハードル上げ、低評価ばっかつける。自分で上げてくれ。低評価ばっかつける。というわけでこの時間お送りしたメンバーをもう一度紹介したいと思います。パーソナリティは私、ライブハウス小田原シャレード亀井久志と、そしてゲストには、YouTube チャンネルタルタル TV から高崎海人くんとジュナちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあどうしよう、今週のラスト一言は。いや俺ですか。やっぱさっき先輩が胸キュン、胸キュン一言、クリスマスに聞きたい胸キュン一言は、やばいな、言ってもらいましょう。それでは来週も金曜夜8時をクリスマス人も聞いてください。じゃあまた来週、アディオス、アミーゴーからの胸キュン一言。24日空いてる。いや、ダメですか、終われない。バイト先のコーヒーしたら、そうです、ね、向けて向けて向けて聞いてるって聞いてる、いないよ、聞いてないよ。しかもちょっとリバウンドかかってるしね、わざわざ24日空いてる、ありがとうございます。